なんですけど、当時は、やっぱその、トークン1.0というか、トークンを使って何かをやりたいけど、何やっていいのかよくわかんなくて、みんないろんなものを作ってたんですよ。俺もなんかいろいろ作って実験してましたけど、まあ、あと、その、例えば、HIU の中でも、HIE っていうのを作ったんですよ。これもイーサリアムベースのトークンで、で、その、HIU を使うと、それがだから、サロン内通貨みたいな。 地域通貨みたいな感じで、サロン内通貨になって、で、サロンで様々なことをするとその HIE でもらえて、で、それはまたどっかでなんかに使えるみたいな。まあ、要は、地域通貨ですよね。うん、そういったものも実装したりとか、まあ、未だに動いてますけど、イーサリアムのブロックチェーン上で動いてますけど、うん、HIE も。まあ、そんなにブームには結局ならなかったんですよね。うん、結局使う人が増えていかないといけないし、一時の値上がり目的みたいな人たちがほとんどで、結局人気がなくなると、シュ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 ,シュっとこう消えていったっていうのが、まあ、 3 4年前にそういういこととがありましたねとその後またちょっと冷え込んだわけです。ビットコインの価格が今の何分の1とかに落ち込んじゃって、うん、結局ビットコインが人気なくなると全体も人気なくなるみたいな感じだったんだけど、まあ大体リバウンドするんですよ。で、またリバウンドし始めて、まあ結局ビットコインとイーサリアムが勝ったんですよね。で、特にイーサリアムが値上がりして、イーサリアムを最初の頃から持ってる人、僕みたいには億万長者になってるんですよ。だから僕よりも買ってる人いるんで、何十億何百億の人とかいるわけですよ。うん、だけど、 彼らの一部はもうすぐ現実通貨というかドルとか円とかに変えずにずっと持ってる人たちが一部いて、うん、その人たちはもうそれの将来を信じてたりとかするんでずっと何か可能性をこう見出してたんですけどそこで出てきたのが NFT っていう考え方で まあ、要はトークンなんですよ。別にホリエモントークンと何も変わんないんですよ。ただなんか、大義名分がアーティストを応援します。すね、いや例えば、まあ大義名分ってでも結構大事で、イーサリアムのブロックチェーン上で作られたスマートコントラクトというのは、そのブロックチェーンさえ維持されていれば、永遠にその契約書はネット上に残り続けるというのが価値なわけですけど、それを使ってアートって、大体アーティストって、無名の頃には全然値段がつかず増えず、 みたいな時代が続くんだけど、うん、たまたま当たったものがでできると、それがもう異様に値上がりして、まあ、希少価値があるんで値上がりするんだけど、その時にはその元々のアーティストにお金入んないんですよね。もう美術庁のところにじゃあ10万円で売ったらもうそれっきりなんですよ。よそれがなんか1億円になっても、まあ、その後の絵は売れますけどね。その後描いた絵はそれなりに売れると思いますけど、その昔描いた絵とかは全然そこから何も来ないわけですけど、うん、スマートコントラクトにしておけば、譲渡した時にじゃあ作家に10%入りますみたいな。 契約を書くことがで、ききるののででっっててていいう触れ込みななんんだけけどど別にスマートトトコントラクじじゃなくてもできんじゃくもねねえのって僕は思いますけどねでそれをデジタルアートでやりますっていうのは今すごいブームになってるんですよ。あともう一つはゲーム内通貨ですね。結局昔の第一次トークンブームと特に変わってないんですけど、僕から見るとね。ただ、やっぱそのスマホとか SNS が世界中に普及しちゃったもんだから、まあ今ブームになってるのは東南アジアとかで遊ばれてるゲームをすると稼げますみたいなやつが今 やっぱり、ものすごい NFT っぽい感じで、ゲーム内 NFT とかって呼んだりしてますけど、まあ、でもかんでも、だからもうトークンは NFT なんですよ、今。NFT って言うと、受けるんで。まあ、イーサリアムからゲーム内通貨に変換して、ゲーム内通貨は、だから、要は、なんか NFT とか言ってんだけど、要は、トークンもどきなんですよ。 そのゲームの中でしか使えないんで,で、別にそれをブロックチェーン使ってやる必要ないんですよ、別に。ゲーム内の話なんで。だけど、そんな感じで、ゲームで、例えば東南アジアの暇な人がずっとゲームしてたら、そのトークンがもらえるようになってんですで。しかも中には、ゲームを始めるときに最初に10万円分とかの元手が必要なんだけど、持ってないじゃん。それを貸すビジネスとか。 で、それを貸して、で、貸した人が金利を取るわけですよ。ゲームで中ですげえ頑張って儲けるんだけど、それはゲーセンのコインとかメダルみたいなもんでさ、一応変えられるんだけど、変えにくいような仕組みになっていて、みたいなことを今、ポンジスキームなんじゃないか、ポンジスキームってなんかネズミコウみたいな仕組みなんじゃないかとかっていうふうに言われてますけど、まあ別に NFT じゃなくてもいいんじゃねみたいなこととかにも使われてたりとかするっていうのが、今の Web3.0 とか NFT って言われてる界隈 の話で何ら別に変わってないなっていうまあだから適度にブームに乗っかりながら損をしないようにしましょうねっていう 俺的にも。関口愛美さんっていう VR アーティストの人とか、<ー>彼女が書いた VR アートが NFT で3000万とかで売れたりとかするみたいなブームになってて、まあ、グローバルにやってる人たちは、そうやってイーサリアムを使ってイーサリアムの価値を上げたい人たちが頑張って NFT のマーケットを作ろうとしてて、そういうな、謎のアーティストグループみたいなところの作品をレア感出して1個1億円しますみたいな感じのことにして価値を釣り上げてるというか、 まあでも、インサイダー取引も何もない世界なんで、アートと一緒ですよね。まあアートも結局そういうところあるじゃん。希少価値があって、ブランド価値をつけて高く売るみたいなところがあるんで、この人の絵はすごいんですって言われても、すごいんですね、としか言いようないじゃん。絵が上手い人なんかいっぱいいるわけでさ。なんでこの人の絵は価値があるんですかいや、こうこうこういう理由でって、なんか、もっともらしい理屈をつけるんだけど、まあ、俺からすればよくわかんないね。 <laughs> 人気があるから人気あるんだよね、みたいな。でもね、そういうもんだと思う。だから、いかにもっともらしい理屈をつけて、この後には価値があるんですっていうふうに、う重みづけのために、要は複製できないトークンでイーサリアムのブロックチェーンに刻まれてます、みたいな。で、やると、なんか、もう理屈わかってない人は、そうなんだってなるじゃん。<laughs> でも、うまいこと NFT っていうブランドは作ったよなって思って。 だからそのアートのいかがしさみたいなところとイーサリアムのトークンみたいなものがめちゃくちゃ マッチしたんだよね。相性がめちゃくちゃ良かったんですよ。<laughs> うん、うまいこと考えんなぁとか思いましたよ。僕は。またそうやってやると馬鹿にしてんのかとか冒涜してんのかとかやれんだけど、ね、ま、その程度のことなんですよっていう。俺も出してますから、ホリエモントークン、デジタルアート出してますんで、買ってください。ホリエモン NFT で検索したら買えますんで、うん、オープン C とかで売ってますから。今、いろいろだから言われてるのは、ブロックチェーンってものすごくコストかかるんですよ。取引台帳そのものを世界中のサーバーに分散してクローンを作ってるんで、 運用コストでガス代っていうのがかかるんだけど、ガス代高すぎて一回取引すると何十パーもなんかプラットフォームが持ってっちゃうじゃんみたいな、うん。そういうなんかクレームとかもあって、それも新しい高速取引みたいな技術があるんですけど、そっちで実装するのかなんかそのオープンシーンみたいな取引所、独自のシステムでやるのかとかなんかいろいろ回避方法が考えられてるんですけど、まあこのブームがいつまで続くのかっていうのはちょっと分かりませんねっていう話ですかね。はい。